どうもどうもということで、こぼれ話、今日も張り切っていきたいと思います。はい、お願いします。よいしょ。張り切っていきたいんですけども、どうしました？一人おらん。え、一人おらん？一人おらんよ。いや、僕ら3人ですけど。なんか椅子が余分に置いてあんねんけど。いや、気づけ、一人おらんのや。思い出せ、うちのもう一人のメンバー。でもわざとらしい。すごい。いや、なるほどなっつってな。うん、そうや、おらんねん一人。いい日んな。そう、なんでですか？いや、どうやらね、遅刻みたいですね。シンプルに。シンプルに。シンプルに。何なんなんすかね。まあまあ、ちょこちょこあるじゃないですか、数学が遅れてくること。何度も経験してます僕ら、はい、今回だから来た時にまずなんて言うかちょっと予想します。なるほどね。一言目な、ガチャッと入ってきての。入ってきた時のあれやん、ガチャで、こうっていう、なんかちょっとスー、スー、ひらがなのスーに伸ばし棒、こういうっていうのから入り、すいませんっていう、リアルなやつやな。すみませんじゃなくて、すいませんっていう。これでキュッとしてる、キュッとしてる、キュッとした、もうすませ、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 すませね。でももう回答が出たような気がするのよ。すませ。それなのよ多分。それかと、もうだからもうごめん以外何も言われへんわみたいなやつ。あ、まあ、結構真面目やもんな、確かにそういう時な。大胆にイメージチェンジしてきてほしい。あ、もう見た目を見た目をオールバックとか、いつもと違う感じで入ってきてほしいな。なんかそれぐらいやったらなんかインパクトあるなと思います。ごめんっていうよりも、ちょっとムード、和やかなムードにさせようみたいな、そっちの逆に、もうそっちの方向に振り切る感じな。そうそうそう。皆さんも今予想してください、はい、予想してくださいね。これ皆さんも鈴鹿さんが入ってきて一言目何というか、まあこれでも撮ってる間に来るとは限らへんけどな。まあ撮ってる間に来てほしいけどな。まあじゃあそれも走らせつつ、はい、今日やりたいのはですね、はい、まあ2020年ももう終わりじゃないですか。もう終わりません、師走ですから、はい、もうね、我々まあアーティストをやってるじゃないですか。まあやってますよ。基本的っていうか、もうそれでしかないですから、ね、なんで、まあみんながどんな曲を今年聴いてきたのかなって多分気になってる方多いと思うんですよ。なるほど。その僕らが普段どういう曲を聴いてるのかっていうのとかもね、気になると思うんで、だから今年よく聴いた楽曲っていうのを3つ挙げてもらいたいなと。はいはい、はい、それぞれ3つずつ。3つね、それぞれ3つずつ挙げてもらって、まあそれを紹介しようじゃないかっていう、まあ今年の最後にね、そういうちょっと企画をやって2020年締めくくりたいなと思います。やりましょう。はい、ということで、はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ちょねくん先行きます？あ、じゃあ僕いいっすか？はい、まあ携帯とか見てもらいながら、はいはいはい、まあこれ別に純不動というか、別にベスト3ではないですから。よく聞いたなって思うやつを3つね。うん、うん、まず最初は、はい、ヒゲのアルバム GOGQ っていうね、今年出たアルバムのパンケーキの気持ちっていう曲があるんですけど、これですかね。まあこのアルバム自体をよく聞いていたっていうことなんですけど、はいはいはい、あれなんですよ。実はこのアルバムが、これリリースがちょっと前にリリース、つい最近リリースされたんですけど、それより前に僕実は須藤さんの方から完成した時にちょっと音源をね、よかったら聞いてみたいな感じで送ってもらってたんです。でその時点でそっから結構聞き込んでいるんで、僕の中ではだいぶもうこの1年の中でも聞き込んだというか、はい、好きなアルバムになったなっていう感じで、まあ、ざっくり、ね、はい、このアルバムどんな感じかっていうと、結構ドリーミーな感じのね、はい、アルバムなんですよね。結構こうリバーブとかがガンガンかかってたりとか、はいはいはい、はっきりパキッとした音像っていうよりも、ふわーっとしたなんか、夢のほんまに夢の中にいるような、雰囲気の方向のヒゲの良さがすごい出ているアルバムなんですよ。あ、そうなんだ。いろんなやっぱヒゲのね、良さってあるじゃないですか。
いろんな楽曲。確かに。こうアンビエントっぽい感じ。そうですね。パキッとした、うん、まあ、曲とかもありつつ、そういうアンビエントっぽい方向に、時期によってね、触れる時もあるんですけど、うん、これはほんまにそっちの方向、うん、広がる方向で、しかもこのパンケーキの気持ちの僕が一番、はい、好きなところはやっぱこう冒頭いきなりイントロでこうギターの音に持ってかれるというか、うん、1音目でもあの勝ちが確定、もうその一発で、うん、僕結構そういうの、多いというか、はいはいはい、なんていうんですかね、一発目大事やなって思うんですよ、うん、何でも一発目のギターちょっと聴いてください、あのチュッ、このね力の一弦一弦のこのジャーンってこう、はい、ジャーンじゃないですか、うん、ジュランってこう、あ、このもうタイム、もうね、聞いてわかるから、もうこれは感覚でしかない、まず1曲目がヒゲのパンケーキの気持 ち、はい、2つ目ブラックピンク、うわ、韓国ですか、ラブシックガールズ、ブラックピンクは、はい、これね、はい、元スタンの KYG さんがインスタでなんか言ってはったんですけど、はいはいはい、もうレッドゼッペリンって言ってはったんですブラックピンクは、まあ、ブラックピンク、レッドゼッペリン説みたいな、はお、どういうことやねんって思うけど、うん、あのライブ映像見たら分かりますね、もうあのただ4人のこの佇まいがもうレッドゼッペリンぐらい完璧なんですよ、はい、あ、そうなんや、なんていうんですかね、おのおのがスターみたいな、スターで、そう、もうバチバチなんよ、それがもうレッドゼッペリンみたいな、いや、それは確かにすごい僕も分かって、いろんなやっぱ K-POP 今すごいバーってきてますけど、流行ってますね、正直僕は、うん、あのやっぱ少女時代で止まってたんです、でずっと聴いてなかったんですけど、最近になって、はいはいはい、まあ、このやっぱブラックピンクのラブシックガールズとか、あと TWICE のフィールスペシャルとか、はい、あ、フィールスペシャルいいっすね、あと BTS のダイナマイト、はい、最近もめちゃめちゃ入ってる、めっちゃあのね自分の中にバチッときたんですよ、はいはいはい、これ共通するの何なんやろと思ったら、うん、これ全部4つ打ちなんですよ、まあそうっすね、これ四つ打ちが来てるんすよ、うん、またまたディスコ的なやっぱその四つ打ちテイストっていうのが今こう復活しているというか、うん、一時期その日本でもその 5,6 年前かな、まあ、BPM はすごい早かったけども、うん、もう四つ打ちブームというのが来まして、はいはいはい、僕らもそういうところの波にこう乗っかりながら出てきましたけども、ね、はい、その四つ打ちブームがまた違ったところでこうね、大陸は違えど、うん、韓国からそういう文化がパッと出て、まあ、四つ打ちのまた流行の兆しみたいなのが今出てきたところで、はいはいはい、僕はだから正直そのブラックピンクとか TWICE とか BTS とかメンバーの名前とか一致しないんですよね、はいはいはい、分からないんですけど、ほんとシンプルに曲がかっこいいんですよ、もう曲だけで持ってかれる、こんな一アーティストも曲だけで、あ、もうかっこいい、素敵、すごい踊れるって思えるクオリティを、うん、もうね近年のその K-POP っていうのはね作り上げているっていうのを僕はすごいひしひし感じます、はい、確かに四つ打ち多いですね、そのねやっぱ四つ打ちでも、うん、例えば日本やったら YOASOBI さん、うん、おられますよね、夜にかけるっていうのはあれは四つ打ちじゃないですか、ね、うん、でもやっぱちゃうんですよ、ちょっとそのまた違う良さ、うん、四つ打ちの違う良さをこうお互いにこう表現している感じで、うん、なんかね K-POP はすごいあのそういう四つ打ちっていうのはなんていうんですかね、音に乗っかってる感じがするっていうか、音をすごい楽しんでる、うん、やっぱりどうしても日本のあの文化っていうか歌ってどうしても歌詞を先行でこう聞き入りがちなところあるけど、うん、K-POP はもうなんかその音にのこうなんていうかな、音に身を任せていく感じというか、はいはいはい、その波の中にこうもうね力抜いて、うん、こう揺られている感じというか、それをね非常に感じます僕は。まさかの韓国、はい、K-POP でしたけど。そうですね。はい、あと一つ。最後がフリスキッドシーズン1からヘルシー。フリスキッドというの。東京のバンドですかね。僕もあんまり詳しく知らないんですけど。うまく例えられてるかわかんないですけど、はい、パーティーでブラーが演奏してて、はい、そこにブライアン・メイが入ってきたみたいな感じです。フリスキットもう見た目とかもすごいもんね、その表紙の感じとかも、へ
言うなればだからブリッドポップ感がすごいあるわけです、うん、ブラーが入ってきたっていうのはどういうことかっていったらその、うん、ブリッドポップ感をまといつつでパーティーっていうそこはそのよりブラーよりもよりドンジャンしてるドンジャンさらにフレッシュな若い感じというか、はいはいはい、すごい騒ぐような感じが熱量があり、はい、プラスここにギターの方がすごいブライアン・メイ的なギターを弾かれる方だったりするまあブリティッシュなギターですね、はいはいはいうん、そこの感じがもうすごい好きです完璧にこう射抜かれたというか、はいはいはい、自分のやりたい一つの、うん、曲の雰囲気的なもんがあってそういうところを完全にこうやられてはるなっていうもう、ま、もうそれを感じるんやあっぱれですみたいな、それをこの2020年にしっかり現代に落とし込んでやってはるっていうのもやっぱかっこいいちゃんとその古いものを古いままやるんじゃなくてちゃんとこの現代に落とし込む感じももうちょっと感動するぐらいの感じですね、そういう感じなんですよフリスキッフリスキッドほんまに最近知った感じ？いや名前はねずっと前から知ってたんやけどそのシーズン1っていうフルアルバムがね、はい、ちょっと前に出たんですよ、うん、これ聞いてもうああすげえなと思ってその前からちょっとシングルとか聞いてたりとかして、はいはい、いやめっちゃいいっすよだからこのブリッドポップ好きとかは好きな方とかマットジェスターとか好きな方は非常におすすめだし、うんそうじゃない方でも全然ウェルカムなもう間口の広い、うん、あの音楽性やと思いますんで聴いてすごい楽しくなるハッピーな気持ちになりますんで、うん、明るい感じってことか明るい感じですね、うん、じゃあ次西和君いく、うん、俺はあの女性のボーカルのやつが好きやねんけど、はいはい、でまあいろいろ聴いとってます、うん、女性ボーカル枠で一番どれ聞いたかなと思うと、はいはい、最近結構人気出てガールインレッド、ノルウェーの、うん、女の子とか宅録でやってた女の子でまだ二十歳ぐらいなんよ、うん、へえ、うん、めっちゃ若い女の子やねんけどでビーバドゥービールあれとも一緒になんかあのシングルみたいな、うん、あそうなんや出したりしててへ、はいはい、でまああのまあ、ちょっと前からなんか言われてるベッドルームポップみたいな、はい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 あのそんな感じねああいう系やねんけど、うん、なるほどでもなんかそのまあだからあのさっきのヒゲでも言ってたようなさ、うん、そのアンビエント系の上物が結構リバーブとかかけてアンビエント系で、うん、で結構歌とかもリバーブとかバーってかかってんね、うんような感じがやっぱベッドルームポップって多いんだけど、うんうん、ガールインレッドは結構そのドラムのビート感がまたそこにちょっとあんのよだから、うん、ちょっとチルっぽい感じもありながら、はいはい、ビート感もあるからなんかちょうどいいテンション感というかだからあの日常でどのシチュエーション でも、まあ、朝起きてからでもいけるし、うん、なんか夜寝る時でも聴ける感じでなんか日常の中にすごいマッチする感じやなと思って、うん、チルしすぎずみたいなこれ、ね、そのしすぎてるとさ、ね、ちょっと選ぶやんそうやな、もうその例えば電車とかでチルしすぎたりとかもう乗り過ごしてまうやんあそうやな確かにどうでもよくなってくるからなちょうどなんやそう日常と寄り添ってくる感じ、ね、いいで歌い方もあんまパキパキ歌うちょっとうんなんかふにゃふにゃした歌い方すんねんけど、はいはい、それがちょっとなんかあのザ・クークスって俺好きやねんけど、うん、クークスのあのボーカルの歌い方にちょっと似てるなとかこう、うん、あれか放り投げる感じ、うん、ちょっと上にそうそういう感じだからって歌わんとそうやな、うん、みたいなキュッてせえへんそうそうそうあそのだ曲で言うとそのルーっていう曲が今年の8月ぐらいに出てんけど、うん、今まではずっとそのまあアンビエントやけどそれとったら結構曲でのそもそものなんか素材で言うと割とだからベッドルームポップって言われてるぐらいだから結構ちっちゃいというか、うんうん、スモールな感じをこう大きくしてるみたいなイメージやってんけどルーって楽曲はなんかちょっとベッドルームから出たイメージというかなるほどちょっと そもそもの骨格もちょっと大きなった曲やなと思って、はいはい、
いやすごい僕その感じが好きやって、結構ずしずしくるというか、うん、なんかあったんかな、気持ち的なところでこう、まあ、でもやっぱ結構2010もうちょっと結構前からおったから、うん、ぼちぼち部屋から出ないもうベッドルームで作った曲も何十曲みたいなんで、いつまでも家おったらあかんで、あかんで的な、ななんかあれやな、出ていこう、世相のなんかカウンターみたいになってるけどな、みんな確かにみんながベッドルームにこう家おらなあかんのに、ステイホームの時に逆にこう出ていく感じね、はいはいはい、うん、いやそれもいいっすね。これから多分もっと多分楽曲、まだ二十歳やからさ、なるほど、楽曲のクオリティとかもなんかいろんなことがまだ今から変わっていくというか、将来性もすごい、なるほど、ユーモア感じやと思うし、今こう聴き始めると後々こう、そうだから、ね、その進化が分かるってことやな、言えるわ、俺昔のベッドルーム時代聴いてたから、そういうこっからどんどん聴きすぎてさ、もうすごい、なんかでっかい曲作るかもしれん。なんかもう、まあ、その可能性は全然わからん。豪華客船の上とかにおるかもしれない。俺はこの小さいとこから聞いてたって言えるから今。もう一曲は最近ロックの海外のロックのなんかまあ、うん、ルーキー枠というか、はいはいはい、まあ、バンドいっぱい出てきて、うん、はい、でフォンテインズ DC、はいはい、ニューウェブとか、はいはい、フォンテインズ DC とか聞いてて、まあ多分あの周りなんかな、うん、ワーキングメンズクラブっていうのがいて、ほうほう、でそれはまだ 10代なんかな、若っ、若いね、そうで、ワーキングメンズクラブ、あのレーベルが多分あのヘブンリーレコーディングっていう、うん、あのマニックスとか、うん、あと、はいはいね、テンプルズとかバイ、はいはい、ンズとかがいる、あの、まあ、結構先輩名門レーベルで、あ最近やったら、だから、うん、あのチャイが、はい、あのあそこから、はいはいはい、多分リリースかなんかしてんねんけど、うん、そこのレーベルで今は多分あの世話になっとる、うん、バンドやねんけど、うん、まあ、何で知ったんやったっけ、なんかの、 あの音楽雑誌のネットのやつの記事で見つけたんかな、うんうん、でどんなんやろうと思って聞いてみたら、あのなんかね、ヒューマンリーグとかニューオーダーとかの、うん、なんかあの年代のああいうシンセっぽいサウンド基調で、うん、で、まあ、ニューウェーブのバンド、まあ、一応ニューウェーブのバンドやねんけど、はい、まあそうやね、そのヒューマリングとかもね、そうそうそう、うん、でプロデューサーにあの悪門のさ、はい、4枚目 の、はい、あのロス・オートン、あそうそうそう、彼かロス・オートンが手掛けてるからやんで、うん、ですごいそのバレエっていう曲があって、うん、それも今年だから出したアルバムなんかな、うん、そのアルバムの曲でそれがすごい僕はハマって、うん、ジャケがもうだってこれさ、ニューウェーブやん、うん、ジャケがなんかちょっとパッと見タイガースのマークこっちから見たらそうやねんほんまや、こっちから見たらタイガースのマークやねん日本人、関西人はタイガースになるけど、黒と黄色やし、いやでもいやこのなミニマルな感じは、うん、はい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 ってなるね、うん、いや分かる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 、伝わってきますわ、うん、タイガースって言われたらちょっとイメージ変わる。いやでもタイガース。私タイガース。タイガースでしかないやん。うん、音楽的にはそういうニューオーダーとか、はいはい、ヒューマンズリーグ。ちょっとダークなクールな感じで、うん、後半感じ でこれをまだ10代がやっとんのやと思ったのかっこええなと思って。確かにな、この10代でなかなかその落ち着いた曲調をやるのは難しいよ。うん、やっぱどうしても衝動的なさ、うんうん、感じになっちゃうからさ、うん、なるほどね。じゃあこれが良かったんで、ワーキングメンズクラブのバレエっていう、はい、バレエ、うん、3曲目は、うん、あのちょっとこれ見つけて面白かった枠なんけど、オリビア・トレマー・コントロールっていうバンドがいまして、オリビア・トレマー・コントロール全部なんか長いな、うん、名前が長い、長いや、僕好きなバンドで、はい、あの The Apples in Stereo っていうアメリカのバンドが、それも長い、はいはい、あの、うん、あれなんかね、オブモントリオールと、うん、なんかあの辺と一緒になんかそのエレファント6っていう、うん、なんかこの音楽レーベルとか団体みたいなのやってる中にいた、うん、オリビア・トレマー・コントロールってバンドを、うん、なんか今年ちょっとあいろいろ探してたらなんかたまたま見つけて、はい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 、でこれ聞いた時にびっくりしてんけど、うん、ビートルズと、うん、キンクスと、うん、ビーチボーイズが合体しとってん、
なるほどこれ多分90、何それ90年代のバンドなんかやと思う、うん、情報がいかんせんほとんどないんよ、ネットにも、はいはいはい、あそんな結構そうそうそうこのネット社会ででなかなかないような探せば大体出てくるけど、うん、そうえじゃあもうあれなあのスポーティファイとかにもないあスポーティファイにあってあるんやなるほどなぜかあんねんそこにはそこにはあったんやそうそうでなんかジャケットとかも、うんまあ、俺は好きな感じやって、うん、これは絶対好きなやつやと思って押したら、うん、ビートルズ、キンクス、ビーチボーイズ合体音楽みたいな、うん、あもうパッて1曲聴いてその中に入ってんじゃんもう1曲の中に全部そうなんかすごいなそのこ何がっていうと、うん、コーラスワークがもうその歌い回しとかコーラスワークのビートルズとか、はいはい、だからビーチボーイズの あのペットサウンズあのだからソフトロックの感じのコーラスとか、はい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 、だから多分めっちゃ研究して再現してるやんっていう多分、うん、なるほどな音楽めっちゃ好きなやつらじゃない、はい、これ音楽オタクやわ絶対、はいはい、90年代のギターの歪みってさ、うん、まあもう普通にジャガジャーの感じでいけるやん、うん、普通まあよく聞くねギターの、うん歪みがジャカジャンじゃないねなんていうなん擬音語で言うとむずくなんかバリバリしてるというかだからそれがあのキンクスのさユーリアリガッド的 な, なんかバリバリしてるというかあの感じねうんな90年代にこの歪み出してんのよみたいな、はいはい、ほんま意図的にもう その音出したいってして全部セッティングせんと、まあ、そういうことよな音楽マニア集団なんちゃうかなと思ってんだけど、はいはいうん、めっちゃええわと思ってハマってんけどさ、うん、でも結局一時めっちゃ聞くねんけど、うん、ある程度聞いたら結局まあビートルズで一回ってもうあるよな今はもう帰ってきてもってんけど、うん、一時見つけた時はうわおもろと思ってめっちゃ聞いとってんけど、うん、なるほどなだからオブモントリオールなんかはもう初期の方結構あのビートルズとかそっちの影響めちゃめちゃ出ててんけど、うんうんうん、だんだんこう前衛音楽とかもっと今っぽい感じに昇華してったけど、うん、オリビア・トレマーコントローラーもここで完成してもてなるほどもうここで終わってもたねこれだ見つけた時の俺の一番今年一番ワクワクした賞みたいなはいはいはい、はい、いいっすねあその感じじゃあ曲名言ってないわその曲、オリビア・トレマーコントロールの Define a トランスペアレントドリームっていう曲長い長い確かになんや長すぎですディファイントランスペアレントドリームドリームディファレイヤーディファレイヤーディもう思い出せへん繰り返し言ってると分かるようになるザ・オリビア・トレマー・コントロールオリビア・トレマー・コントロールディファインアトランスペアレントドリームディファインアトランスペアレントドリームなんて言わんだったっけザ・オリビア・トレマーコントロールザ・オリビア・トレマーバンド名は言えんねバンド名覚えたらさ曲名抜けて曲名覚えたらバンド名抜けるほんまにそうロケット鉛筆の長いロケット鉛筆が入ってるから1個しか入らへん、うん、じゃあ次マイケル次行こうか